嫁が悪い意味で男らしくて困ってる。痴漢を取り押さえて脱臼させさたり、泥ママの自宅まで乗り込んで大暴れしたり、コンビニでたむろしてるとキュンと乱戦を起こして通報されたり、俺が噛めると男が小さいことでくよくよするなと高笑い。これ全部先月にあったこと。仕事の定時でちょっと残業してこうかと思ったら、指輪があったよってメールが来たんだ。そりゃよかったと。よかったね。って顔文字入りでメールを返したら、住所が送られてきて、車で迎えに来てねって返事があったから、一度家に帰って車で迎えに行ったわけさ。家の前に着いたら知り合いの奥さんが待ってて、嫁なら家の中にいるからどうぞって言うので入って行ったわけよ。そしたら玄関まで鳴り響いてくる嫁の怒鳴り声。しかもリビングに入ったら嫁の友達たちが勢ぞろいで集まってて、一組の夫婦を怒鳴り上げてんのよ。旦那のくせに嫁のやったことも分かってねえのかよ。って。しかも、周りの奥さんたちが言いたい放題責め始めたら、今は私が話してるから。って止めさせてやんの。そして俺の顔見て、お帰り。って。俺も驚いちゃって、何があったのか訳を聞いたら、前からあちこちの家で物がなくなってて、ちょっと不思議がってたらしいのな。家でも指輪やルクルーゼの鍋なんてのがなくなっていて、さすがにおかしいとは思ってたんだけど、どっかに置き忘れたかと思ってたんだ。そして俺が到着すると、嫁は相手夫婦に、車が来たから警察まで行こうかっていうわけさ。パトカー呼ぶと大騒ぎになるから俺の車で行こうって話だったらしい。で、相手の嫁も旦那も警察だけは勘弁してくれと必死になってお願いしちゃってて、なんか哀れなんで、もう少し穏便にしてやったらどうだと言ったんだけど、手癖は病気だから警察に入院しないと治らないと言われて、周りの奥さんたちも、その通りよと口を合わせるもんだから出る幕なし、仕方がないから運転手として嫁と泥夫婦、それに奥様数人を車に乗せて警察行ってきた。警察に着いた後は、被害届は嫁や奥様たちが出すし、大人数で押しかけられても困るという話だったので、俺は後から迎えに行くってことになって、そのまま帰宅したので、詳しいことはわからないんだけど、後から聞いた話では、よその奥様が駅で偶然出会った泥嫁のカバンを見たら、自分のカバンだったらしいのな。そこから嫁の周囲の奥様たちも物がなくなっているのが分かって、泥嫁の自宅に乗り込んで行ったら、自分のルクルーゼがキッチンにあって、芋づる式に指輪とかも出てきたらしい。まあかいつまめばこんなもんだ。